この本を出そうと思ったきっかけはですね、いかにそのゴルフのトーナメントの中継が増えてきたか、でもう手に取るようにアメリカのツアーがもう本当に身近なところに来るようになって、全てそれがライブで見れるという、日本のツアーでは見れないものがアメリカのライブのツアーが見れるようになって、その情報が入ってくる量が非常に増えてしまったので、できればあのゴルファーの皆さんにその手助けになるような、その情報をうまく処理できるような方法をと思ってこの本を書きました。ライブでそのトーナメント会場に行く人はね、一度でもそう言ってしまうと何がすごいかって、やっぱり打音だったり、選手が打つボールを打つ音ね、打音だったり飛んでいくボールの音だったりで、ギャラリーの歓声だったり雰囲気だったり風だったりとかっていうのは、もうそれライブでその場所にいないとわからないことだから、プラスやっぱり自分の目標としてる選手とか自分のスタイルの似てる選手、まあ僕だったら、まあ、藤田選手だとか谷内選手だとか、まあどちらかというと中年からこれからシニアに上がっていくような選手を、自分のやっぱり盗みたい部分も見たいなと思うだろうし、若い選手が好きで飛ばしたいんだったら諸藤選手やね、上井選手のような選手のほうをついていけばいいんだし、ですから女性の人もそうですよ、女性のファンの人も女性のプロゴルファーのファッションを盗みたい、これでもいいんですよ。ですから選手が今何、どんなことが現場で起こっているのかっていうのは、やっぱ現場に行かなきゃわからないので、ぜひ見てね、楽しんでもらいたいです。スタジアムで見るというのがやっぱ大事ですね。やっぱりそのゴルフってこういう見方があるんだ、あ、こうやって見る方が面白いよねっていうようなアドバイスになるような本にやっぱりしたかったっていうのが一つなんですね。だから与えられる情報だけで満足する時代ではなくなってしまったので、自分から何の情報を取りに行くんだっていう時代だと思うんですよ。ですからそのなんていうのかな、その与えられてる情報以外プラス自分が欲してる情報っていうのはどのくらいの種類があるんだろうっていうのを、まあ、この本で書いてあるので、あ、こういうところがあいつは見てるんだ、だから解説で余計なこと言ってるんだなって言われても構わないので、ぜひその本の中からヒントを得てね、現場で見てもいいですし、テレビの中でそれを見つけて、解説者や実況者が気づいてないことも自分で見つけられるようになったらもうバッチリですよ。